部屋の暗がりに潜むもの。今から3年ほど前、人生で初めての一人暮らしをすることになった。親の力に頼らず、自分の力でお金を貯めて、物件を必死に探し回った結果、市内の中心部にあるにもかかわらず、格安の物件と出会うことができた。多分、怖い話が好きな人ならわかると思うが、その物件はいわゆる事故物件というやつだ。当時の俺は良くも悪くも怖いもの知らずだったので、中心部で綺麗な部屋に住めるなら事故物件でも全然 OK っていう感じで、即断即決でその部屋に入居することが決まった。実家にいながら必死にアルバイトで貯めた100万円を使って家財道具を揃え、お気に入りの家具で部屋を飾る。完成した我が家はまさに理想の部屋だった。たった一つ気になっていたのは、部屋の中心部にある黒いシミの存在。築朝かっこうろ覚えだけど築2年くらいだったと思う。で、白と黄色の中間のような色のフローリング床がとても綺麗なんだが、塀の中心部にどう拭いても消えない黒いシミがある。つまりはそこは現場なわけだ。最初は気にしなかったけど、そのマンションに引っ越して1週間ほどでラグを購入して、そのシミを見えないように隠した。そしてそれから少しずつ俺の日常が変わってきたんだ。ある日仕事から帰宅して冷蔵庫を開けてビールを飲もうとしたら、冷蔵庫の電源が落ちていた。こんなこと起こるわけがないので、単純に冷蔵庫は故障したんだと思った。電源を抜き差しているうちに冷蔵庫から冷たい空気が流れてきて、冷蔵庫は復活して本当に良かったと思った。そしてビールを飲み終わってから風呂に入ると、今度はお湯が出ない。事故物件というよりも欠陥住宅じゃねえかと怒り狂ったのをよく覚えている。他にもガスレンジの火がつかない、部屋の電気がつかないなど、些細な出来事が細々と続き、ついに本格的な心霊体験をすることになった。その日は仕事が休みだったので、自宅で一日中ゲームをする予定だった。朝起きてご飯を食べている時に、生臭い匂いが部屋の中に充満していることに気づく。魚なんて買ってきてないし、匂いはどこからしてるんだと疑問に思い、部屋中をたどってみたけど、匂いの元がさっぱりわからない。仕方がないから、ファ、マル、リーズと香水を振りまくことで匂いの問題は解決。そのまま気にせずゲームに没頭していた。ふと気づけば外は暗くなっており、晩飯を買いに行こうと思って玄関に向かおうとした。ここで部屋の間取りを簡単に説明させてもらおう。この家は玄関のドアを開けると廊下があり、電気をつけないと昼間でも夜でも真っ暗という感じ。右側の手前にトイレ、右側の奥に風呂があり、その奥にリビングに通じるドアがある。そこから先は12畳ほどのワンルームになっており、部屋の奥には狭いベランダがある。そんな感じの家だ。晩飯を買いに行こうと思って廊下に通じるドアを開けると、
暗がりの中に確実に何かがいるのを感じた。目ではかすかに何かがいるように見えるレベルで、何かがいる気配だけがビンビンに伝わってくる。それが人なのか人じゃないものなのか俺には判断できなかった。俺にできたのはその場で固まることだけ。エアコンの冷たい風を感じながら、嫌な汗が全身から吹き出るのを感じていた。電気をつけようかつけまいかで悩んでいる時に、ガゴンという、玄関に何かが強く当たった音が聞こえた。その音で反射的に廊下の電気をつけると、そこには何もいなかった。ただ強い生臭い匂いがその場を包んでいた。あの時感じた強い気配は気のせいだったのか、それとも幽霊だったのか、知る由もない。その後その部屋では電気がつかないことが何度も起こって、とても住める状況じゃなくなり、不動産屋に言って引っ越しすることになった。今は私は事故物件でもない普通の賃貸物件に住んで平和な毎日を送っている。今でも時々廊下の暗がりから何かがこちらを見つめているような気がして、廊下の電気はつけっぱなしにすることになった。怖いもの知らずを自負しても事故物件に住むのは絶対やめておいた方がいい。後で後悔することになるぞ。